ちょっと両手見せて。どんだけ繊細なお手手をしてるか。両手、ごめん。ちょっとこれ、繰り返っていけないから、こっちね。あなたはね、用事迎えをしてお一人で騙されるのよ。彼女はお友達だったら分かってるよ、うん、すごくね、神経細やかなとこあるんだ。女の子らしいのね、うん、女性らしいとこあって、で、好きな男には尽くすタイプだわ。で、最初は あの人かっこいい、アイタイプ好きと思っても、付き合い始めて少しずつちょっと距離を置いて客観的に相手をチェックするっていうか見るね、うん、そう、最初はボンって勢いよくても、二三歩下がって相手をよく観察するっていうかね、それだけあなたは、うん、神経細やかなとこあるし、女の子らしいの。で、長女かな。そうです、そうです、うん、長女。で、上にお兄ちゃんか弟いる。いや、いないです。いない。妹と弟。あ、弟いるじゃん。あ、弟います。うん、そっか、うん、ちょっと余計なこと言うけど、うん、声ちっちゃくするね、うんうん、あなたはちょっとバツイチが三者ある人とちょっとね、関わるわよ。バツイチの人とは関わらない方がいい。バツイチ妻子やることと関わるよって言ったの。それはあなたの多いかもしれない。あなたは、うん、そうそう、出てる。常に多い。それで、うん、そうすると、あなたは本来保守的だし、家庭持ったら家庭を大事にしたい人なのね。うん、本来、愛人やる保守じゃないのね。うん、でも、自分にやっちゃうと、うん、本当の結婚が遅くなりますよって、これがあって、うん。で、あなたは、お金はちゃんと慎重で、何かあったら困るかなってね、ちゃんとコチ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 貯める。塵も積もれば山となるってことになるように、あなたはそうやって貯蓄するタイプ。一応何かのためにちゃんと貯めとこうみたいなね。そういうとこ、すごくしっかりしてるよ、ちゃんと。でも、人として騙されやすいから気をつけてね、と。だから、うん、ちょっとね、そうやって慎重にしちゃう、好きな人の根が優しいから、貢いじゃうとかあるよ。気をつけて、ほら、彼のために私頑張ってね、彼が今度授業だからねって、ね、お金出してあげちゃうとか、そんな意味で、ね、うん、尽くすタイプだから、うん、で、今はお金の入りがいい状態。うん、これは、シミ、ほくろどっち？わかんないんですよ、いきなりできた。色的にはシミっぽいよね、私と一緒で、あのね、まあこれジンクスだけど、手のひらの中で握れる、ね、手の握りの中に入るほくろっていうのは一攫千金の夢やかなとか、腰の王子様捕まえて、うん、ちょっとシミっぽいですけど、うん、でもいいじゃない、黒くなれって、ほくろになれみたいな、うん、そう、まずここまで言ったけど、うんうん、今モテてるね、お客さんにあなたはいっぱい来てるでしょ、結構いい匂いしてるね、うん、人が寄ってきて、ね、モテて、モテ時期にすっぽり入ってるから、人気層が出てる。だから今の仕事でも、うん、気に入られてるんじゃない、お客様に、うん、はい、今度はどうぞ、なんでも。あなたは物をこう作る、細かいことやって、で、そういうのでやって、彼女とこう、ね、コラボするといいんじゃないの。裏方で物をもっと作るようなことやって、彼女が M で変化だからずっといくとかね、うん、その2人がそういうのできるといいんじゃない。お金は将来的には何とかなるようなことをしてるよ、うん、へー。今度は何でも質問どうぞ。そういえば全然時間見なかったけど、聞いてって言われたら何て聞いてるか分からない。いや、お友達としてなんかこういうのケバーとか言ってあげて、高額とか、そうだ、あと結婚と、今健康時期よ。結婚覚悟は全くないんですか。うん、だから今はまだこうやってピークだけど、今今年と真ん中のピークでしょ。そうすると急に寄って急に結婚するっていうタイプじゃない。さっきね、時間をかけてやるんだから、今いい人が例えばいたとしたら、ね、続けていって、で、もし結婚するんだったら、待って、ちょっと待ってね、5、6年後。5、6年後、うん、31ぐらい。え、どん底の時じゃないです？どん底から出てきて、出てきた時は特に6年後は強いかな。今からで言うと31、今年にぐらいの、今平成で令和元年、口の中で溶けるものはゼロカロリーだと言ってるんですよ。だからわかめが唯一カロリーあったなっていう。6、7年後で1年ずれた、令和元年。じゃあ結構遅めですね。33ぐらいですか。6、5、4、33ってことか。そう、だから今を逃すと30代で早くてそこだよって言ったのは、で、身近なところ、前からして同級生とか職場で知り合ったとか、そういう人とやつ、それ、うん、
職場で前一緒だったね久しぶりとかね、同級生も久しぶりとか、僕にお友達とかね、意外に身近なところ身近なところでその人間性をよく知ってるからっていうんで、お久しぶり3回再会してお付き合いして結婚するとかね、そうすると例えば今ピークの時だから今年来ね出会った人とかでまたちょっと不安になったけど、さっきちょっと偶然ばっかり会っちゃったとか、でもさっき言ったようにバツイチさえしてある人とか関わると遠のいちゃう、そう引きずるか、うん、だからあなたはそういう人を引きずっちゃうと、このあれは大器晩成型ってすごくこの遅咲きなのか、遅咲きで今言ったら6、7年後に葬儀にならなかったらもっとバーンと遅くなっちゃう、保守的だから、で年とともに人間って考え方も変わってるでしょ、ちょっと僕だと偏見で好みのしか持ってこないで、あとはもう遅くなると38から40の間に結婚する、そこが最初、この仕事じゃない方がいいんですかね、今はピークだから、ね、人気層も出てるから、ね、ビラビラとお客さんもついてると思う、ついてくってことはやっぱ人気商売だからお金も入ってくる、でも立てて崖か山から崖に落ちた時にはもうあなたの存在地下に入って誰も見えない、そうすると例えばだよ、私の知り合いの銀座のお姉さんいたけどナンバーワンやってた子がやっぱナンバーワン毎回ナンバーワン続けるともう2にも3にも置きたくないわけ、そうすると無理しちゃうのね、お客さんと同伴したり旅行行ってって、やっぱり妻子ある人が何人も彼氏だわよその女子、でも数字が落ちるのが嫌だから、プライドが高くて、そしたらもう10円パケって言ったら500円パケなんかできちゃって、それでショックで銀座のホステスさん辞めた子いいんだね、やっぱすごい綺麗な子で銀座の料理屋さんで勤めて銀座のママさんにスカウトされた子、でもやっぱりもう保てない自分が嫌だから、レベルが下がってナンバーワンからね下まで落ちるの嫌だったの、ストレス、その売り上げの数字は毎月ほらノルマがあるから、それができなくて自分のプライドが許せなかったから大きい励みができちゃう、私と見せてくれて、だからあなたはそこまで自分を追い込めないと思うし、そんな心が強いことはないから、優しいから、だからまあ今ここに言ってた言葉を2年後になればきっとわかる、2年後のまあ我慢してやったって後半ぐらいに行くとそのしんどさが肺の底についていくわけだから、そうなったらもう心がもう苦しいっていう気分になった時にもう嫌や耐えられないって嫌でもでもやめる、やめたくなるって9割の人間があってさっき説明したでしょ、それはその人その人の仕事もあるけども暗闇の中で心がもうわあれなのね、みんな通るんですよ、避けては通らないで、やめたら少し精神的に落ち込まれて、ね、蓄えて好きな趣味でも習い事で、女の子たちには地下の中でもうどうしようってもう耐えるそうな状況の中から何でもいいから勉強しなさい、習い事しなさい、これは学ぶというのは吸収エネルギーサプリメントを入れると同じよと、精神的にサプリメントを入れるのだって言って、この時は一回自分をリセットし直して勉強したい習い事しなさいと見て、そこへ来また新たな自由人、今までの自分の世界とは違う自由人だよでしょ、この人と友達になったことにその人はバックボーンがいっぱいいるわけだ、そうするとまた新しい友達を紹介して彼氏になっちゃったとかね、彼女と趣味を通して友達になってからまた違った世界に出てきて重たい心が広くなってきたり明るくなってきたり、だから、女磨きの時に入ったのよとポジティブに思いなさいと、ネガティブに下向きとこうやっても何も見えてこない、習い事や勉強していくってことは自分磨きもう一回リセットし直したから、でそういう時に使う時間お金生きたお金の使い方よって私は言う、今までずっとそういうふうにした、じゃあ食べといた方がいいですね、食べといた方がいいですか、ね、食べといた方がいいですね、お金当然です、あのね、お金貯めといたらここで仕事やめてもそうやって習い事とか少し自分に対するご褒美で自分のためにお金を使う、それが生きたお金リフレッシュできるでしょ、だから お仕事でも私はね事業商売やってる人はねここで今運気のいい時に何でも仕事いっぱい依頼受けなさい、で従業員いっぱい増やしなさい、そうするとそれだけの稼働できんじゃん仕事、でもここでその分稼いだ分は今度運気が下がった時に稼いだストックでここが仕事がもう全然契約が入ってこないとか仕事が回らない時にここで得たお金や人材で備えあれば憂いなしで、ここに得たお金でこの運気を上げた時に回せるでしょ、
だから今夏美さんみたいにためだけためてこの運気を上げてちょっと自分を疲れた、もう仕事しばらく、やめて少し自分のために習い事行ってきてちょっと気分転換旅行行ってきますね。それが自分たちリフレッシュのご褒美、そうやって過ごすんです。ちょっと余裕で笑顔でいられる、もうそうやって重たい重たいプレッシャーガンガンかけてくる、ああもう疲れても辛くなるし老けるの早いなるほど、うん、そういう方よ。今お一人暮らし、うん、で今あなた場所どう思いますか。私なんか今の場所、今の場所知らないし私中にいるな。